アルトゥール・キシェンコは、ウクライナの男性キックボクサー。オデッサ州オデッサ出身。キャプテンオデッサマイクスジム所属。相手に、地獄の苦しみを与えるボディブローと、モデルのような、端正なルックスから美しき死神と呼ばれる。極貧の家庭に生まれた。父親は、蒸発、家族を養うために11歳からボクシング、12歳から、ムエタイを始める。 2006年3月10日、19歳で、K1 ワールドマックス、リトアニア大会の東欧予選で優勝。2006年6月30日、K1 ワールドマックス2006世界一、決定トーナメント決勝戦のリザーブファイトで、日本デビュー。オランダ大会の西欧地区予選で優勝した、ライアニシムソンと対戦し、判定勝ち。谷川 K1 イベントプロデューサーは、 来年はベスト8に入ると期待のコメントを寄せた。2006年9月4日、K1 ワールドマックス2006世界王者対抗戦で、ハヤトと対戦し、延長判定負け。試合後、勝ったと思っています。3R で全て型をつけるということで、練習していたので、延長に入ったことは驚きましたとコメントした。 2007年6月28日、K1 ワールドマックス2007世界一、決定トーナメント開幕戦のトーナメント1回戦で、イスファンと対戦し、左右のコンビネーションからの左フックで小勝ち。約1ヶ月後の7月21日、K1 ファイティングネットワークカン2007、世界対抗戦では、地元、韓国で同胞のリベンジを図ったイムチビンに、 TKO で帰り討ちにした。2007年10月3日、K1 ワールドマックス2007世界一決定トーナメント決勝戦の準々決勝では、マイク・ザンビディスに延長の末判定勝利を収め、準決勝でマサトと対戦。右ストレートを決め、マサトをぐらつかせる場面を作るも、右ガードの下がったところに、左フックをもらいこまけ。ベスト4に終わった。 2008年2月2日、K1 ワールドマックス2008のスーパーファイトで我が流神号と対戦し、左フックでサンドダウンを奪いこ勝ち。2008年4月9日、K1 ワールドマックス2008ファイナル16のトーナメント1回戦で上段体と対戦。2R に右フックでダウンを奪われるも延長まで持ち込み判定勝ち。2008年7月7日、 K1 ワールドマックス2008ファイナル8のトーナメント準々決勝で木戸康弘と対戦し判定勝ち。2008年10月1日 K1 ワールドマックス2008ファイナルのトーナメント準決勝でアンディ・サワーと対戦し延長 R 判定勝ち。決勝ではマサトと対戦 2R に右フックでダウンを奪ったが当時は 優勢選手に必ず10ポイントをつけるというルールがあったにもかかわらず9ポイントしかつかなかったため判定負け準優勝となった2008年12月31日大ママイト勇気の力2008で佐藤義美洋と対戦し2から0の判定勝ちを収めた2009年4月21日 K1 ワールドマックス2009ファイナル16の トーナメント1回戦で、アルビアールリマと対戦し、1R にサンダウンを奪い小勝ちを収めた。2009年7月13日、K1 ワールドマックス2009ファイナル8のトーナメント準々決勝で、アンディ・サワーと再戦し、一進一退の攻防を繰り広げ延長までもつれ込むも、判定負け。 2010年5月29日、イッツショータイム 70kg マックス世界王者、ムラットディレッキーとノンタイトルマッチで対戦し、判定勝ち。2010年7月31日、ライズ68のメインイベントでヒナフトシと対戦し、三日月蹴りで小負け。2010年10月3日、K1 ワールドマックス2010ファイナル16で、モハメド・カマルと対戦し、 0から3の判定負けを喫した。2011年からマイクスジムに移籍。2012年3月24日、ファイトコードでジョルジオ・ペトロシアンと対戦し、判定負けを喫した。2012年5月27日、K1 ライジング2012、K1 ワールドマックスファイナル16インマドリッドでイスファンと再戦し、2RKO 勝ち。 2012年12月15日、K1 ワールドマックス2012ファイナル8の、準々決勝で、クリス・ナビンギニに RKO 勝ち。準決勝で、アンディ・サワーに判定勝ち。決勝で、マーセル・グローエンハートと対戦し、1R にダウンを奪うが逆転され、3RKO 負け。準優勝に終わった。2013年12月21日、 グローリー13東京にて、ウェルター級契約で拳ずきと対戦し、判定勝ち。ありがとうございます。